半幕の本家の本物の貴族の半馬陽先生です。人間というのはね、すごい超低生物ということをね教えしております。話したり聞いたりすることはね、テレパシー脳波で仲間と相談しないとちゃんと話せないわけですね。聞いたり話したりできないんですよ。で、個人で話してもバックの団体の頭がつながってないと話ができません。それでね、ちゃんと話していてもその本人は点で分かってないんですね。で、700年後ね、ぐらいに理解できるかのことで話すのが全力なんです、人間の知能は。それで単純に言って人間は強肉食生物で盗みが専門です。上の生物が抑えててね、暴れないようにしてるだけですね。それでつまり強肉食生物は道具を使って肉を食べるということですね。ライオンは自分の持ってるね、牙とかね、筋肉で力でもってね、肉を食べるわけです。で、人間の場合は道具まで使うということで、大変凶暴性があるわけですね。抑えてなければ。というのが人間です。それで、前にも話しましたけれども、私がね、地球と太陽が生まれる前に、スターゲートのようにね、SF 映画のように生き返る装置、石棺というのを発明して、宇宙戦争で殺されちゃった、負けちゃったんですね。で、殺されて石棺も破壊されたんで戻れなくなって生き返ることができなくて、地球と太陽を育て直しまして、言うなれば私のバックの仲間がね、の手によって私の子供と陽をまた情報からね作り直すということで、地球と太陽を育てて今の住んでると言われてる人間一番地球でね、で育つものにからまた生まれ変わって、人間から私が生まれたわけです。で、今の技術とかいうのは私が勉強するための最小限のものであって、人間が考えたもんじゃないんです。ほとんど全部違うんですね。私が生まれるために用意したものなんです。学問が、学校の制度も大学の制度も全部私が生まれるために用意したものなんですね。だから私が生まれてくる準備なければ何もないです。まだ原始人みたいなものです。ということをよく知っていただきたい。それで私が生きてた時の技術というのは、今のロケット回数とかいろいろ人間たち作ってる 1km も高い技術を持ってて、今の人間たちの技術は1ミリしかないんですね。それをよく知ってください。で、じゃあそんなに住んでるなら何でもできるだろうって、それができないんです、人間がいるから。人間が知ってることの知識、あらゆるね、生物学とか科学とか、ね、機械とか医者とかね、それを一人で全部人間が一番頂点に立っているものを全部学ぶことはできるんです。私はできてるんですけど、それ以上覚えると人間の悪用が働いてね、悪いことに使うんで、上の勉強が情報は転送されないわけです、人間のためでね。で、もっともっと勉強したいんですけれども、人間のためで世界破壊してしまうんで、人間が知ってる範囲の全てを学ぶしかないわけですね。で、人間が見つけてしまった発明とか技術をね、ということなんですね。だから何でもできるんですよ、本当は、ね。で、人間というのは強肉食だから、盗んで技術なんかは悪用しますから、人間よりか頭良くなったらいけないわけですね。ここにね、ただ人間が覚えてる、人間は大体一つの学問しか覚えられないわけです。科学の技術やな、生物の技術、毛のね、学問とか
まあ一般的ですね。だけども私は上の生物なんで、なんと人間の頂点の学問は全部覚えることはできない。それはいいわけですね。だからそうやって我慢してるわけですね。あの頂点の上の学問をね、あの転送してもらうとね、宇宙からね、私が以前に持ってて能力ね、なることがには今人間がいるからできないわけですね。他の宇宙のところに出てね、強奪されないというか悪用されない なった場所に行けばいいわけですよ。どっかね、宇宙にまた地球みたいなところを作って私だけ住めれば、安全地帯であればどんどん技術を戻すことができるんですけど、人間が身近にいるために何もできないわけですね。ということをよく知っていただきたいわけです。だから全然人間は遅れすぎてるわけですね、私から見るとね。人間のためにそのただ生きるために人間環境は必要であったからね、良し悪しはあるわけですよ。人間がいるいないでね、私は人間から生まれてきたわけですから、もともとはね。ね、まあそういうのと悪い面と良くない面が非常にありまして、まあ実際にはね、生まれてくるためには大変なね、マイナスが起きてるわけですね。生まれてくるのは良かったとは言うけど、それに対して逆のね、良くない面はもうめちゃめちゃあるわけです。もう無限に近いわけですね、人間の問題でね。で、だから自分だけである程度生活できるように、まあ人工知能、人間よりか進んだ人工知能ロボットは昔作ってたんです。それが女中とかいうかね、自分の仕事を係にさせるように。